トリックアトリートレゴランドジャパンリゾートにやってまいりました。今親子で楽しめるハロウィーンイベントを開催しているということです。レゴランドジャパンリゾートでは今月からブリッコアトリートのハロウィーンイベントを開催しているんです。ハロウィーンのキャラクターがいます。こんにちは。出迎えてくれたのはハロウィーン期間限定で会うことができるピケ、そしてヴァンパイア。運がいいとエントランスで会えちゃいますよ。今年のハロウィーンイベントの特徴は、親子史上最高に可愛いハロウィーンというのをテーマに様々なイベントを開催中です。そう、今年のテーマは親子。ハロウィーンの装飾のフォトスポットに、親子でレゴブロックの仮装グッズを作って楽しめるワークショップも。そして目玉は仮装コンテスト。今年は初めて親子で参加できるようになったんです。会場にはたくさんの親子が。こんにちは。いつも見てます。ご覧になったことありますか？去年まで子供が舞台に立って羨ましいなと思ってたので。あ、実はお父さんもちょっと出てみたいかな。そうですね、はい。会場にはロイドやウー先生など気合の入った親子がいっぱい。こちらの親子は手作りです。息子さんのもご自身のも。ほとんどの親子が手作りで参加していました。クオリティ高くないですか？皆さん器用ですよね。こちらはレゴの人気キャラクターアイザックとブラックビア。着てみてどうですか？本当気持ちいいですね。土日祝日の午後1時30分から開催のこの仮装イベント、最も優れた親子にはレゴボックスのセットとレゴランドで誕生日をお祝いしてもらえる招待券がもらえるんです。家族でみんなで楽しかったので良かったです。レゴランド最高。さらに期間中はハロウィン仕様のグルメも楽しめます。レゴランドのハロウィンイベントは来月3日まで開催していますよ。